俺たちのジャパンへようこそ。世界にはいろいろな料理動画があり、どれも工夫を凝らした作り方で美味しそうなものばかりです。その中でも日本とフランスの定番卵料理対決という動画がなんと8000万回再生を突破したと話題になっています。日本の定番料理で卵料理といえば卵焼きがイメージされますが、ごく平凡な家庭料理のはず。なぜそこまで注目されたのでしょうか。私は日本に住んでる大学生よ。近頃家にいる機会がぐっと増えて、ついついスマホをいじる時間も増えた。お父さんからはダラダラしすぎだって最初こそ怒られたけど、今はもう仕方ないか、外で遊び回られる方が今は心配な世の中だしなって何にも言われなくなったわ。私だってスマホばっかり見てるわけじゃなくて、ちゃんと大学の勉強もしてるんだから。外食する機会もめっきり減っちゃって、一時期外に行けると喜んだ時には友達と一緒に旅行なんかも行って楽しかったけど、今は控えて当たり前だもんね。外は寒いし、もし身近な人が病気になった時は家でしばらく自粛したり待機しないといけないし、行動が制限されるのが嫌だしさ。お父さんも在宅ワークすることが増えたし、私も遊びに行かないし、お母さんは主婦だし、だから家族3人みんな結構家にいる毎日なの。せっかくだから料理でも覚えてみる？卒業して一人暮らしするならやっときなさいよ。大学に通学する時間も減ったから、お母さんは私に料理をさせたいみたいなんだけど、めんどくさいし、簡単な料理くらいだったら中学校の家庭科の授業でやったからできると思うんだよね。お母さんのご飯は美味しいし、舌は覚えてるって思うから平気でしょ。あ、それなら私作りたいものがある。明日は私がご飯作るよ。私がやる気になったのが、お母さんは嬉しかったみたいで、晩ご飯材料代に2000円くれた。足りるかな。まあ家にある材料に合わせて作るか。じゃーん、できたよ。美味しそうでしょ。これなんだ、餃子？私が作ったのは外国料理が紹介されている料理チャンネルを参考にした小籠包。それにチヂミに、なんか鶏肉を煮込んだラーメン。肉や野菜は家にあるもので作ったし、結構簡単だった。やっぱり私料理できるじゃん。お母さんは頑張ったねって褒めてくれたけど、お父さんの反応はすごくいまいち。これ味しないぞ、ラーメンかこれって文句ばっか言ってくるんだから。これはタレにつけて食べるの。おしゃれな料理ってわかんない。これだから親父は、食べてみても結構おいしいと思うけど。おしゃれな料理かもしれんけど、食べれることは食べれるけど。何その言い方、お父さんは慣れてないだけでしょ。この言い方になんだか腹が立って、私は次の日も料理を作ることに。絶対おいしいって言わせてやる。お母さんは私が料理してくれること自体嬉しいみたいだから、すごく買い物にも協力的で喜んでくれてる。その日作ったのはトマトベースのパスタにミートボールをゴロゴロ乗っけたやつとサラダ。ルパン的なパスタの動画を見て作ってみたかったんだよな。おいしいおいしいってお母さんは言ってて、私は満足。でもお父さんはまだ不服そう。トマトパスタはまだ食べ慣れてるみたいだけど、何が文句あるの？確かにまずくはないし美味しいんだけど、普通に白いご飯に合うやつが食べたい。そんなの毎日食べてるじゃん、せっかく作ってあげたのに。こういう料理が作れないと今時ダサいんだよ。
SNS でだってみんなすごいの作ってるし。そう、みんな家にいる時間が暇なのか、友達みんなスイーツやら料理やら作って SNS にあげてるの。どれも可愛いし美味しそう。それにいいねが多い。こんな中立ち向かうのは特別な料理じゃないとダメでしょう。男子でさえ鶏ガラから出汁取ってラーメン作ったって SNS にあげてるくらいだから。確かにお母さんのご飯は美味しい。でも毎日食べてるから映えるご飯ではない。私が結構怒ってたからか、お父さんは小さくごめんって謝ってきたけど、しばらく許してあげないことにする。明日もご飯作ろうと思ってたけどやめようかな。私がいつもの癖でスマホを見てると、再生回数が高い動画があった。フランスの家庭料理オムレツと日本の卵料理対決。日本の卵料理は地味でまずいだろう。日本の卵料理って再生回数多い。過去の動画は8000万回？昔の動画は見つからなくて、とりあえず新しい動画を見てみることに。最初はフランスのオムレツが作られていた。卵に塩やら入れてバターを引いてスクランブルエッグみたいに作る。それでくるくるっとまとめる。うん、美味しそう。これチキンライス作って上に乗せてオムライスにしようかな。お米だしお父さん文句ないでしょ。でも続けていつも食べ慣れた卵焼きの作り方を見て気持ちが変わった。丁寧に溶いた卵に出汁を溶かして塩やらみりんやら調味料を混ぜる。卵焼き用のフライパンにジューッと流し込んで丁寧に焼いて巻いていく。たまに薄くサラダ油を塗ってひっつかないように。いっつも食べてるから気づかなかったけど、日本の卵焼きってこんなに手間がかかってるんだ。そういえば卵焼きっていつ作ったっけ。お母さんが作ってくれる朝ごはんだったり、お弁当に入ってるのを食べるだけで、自分で作ったのなんて覚えてないくらい昔だった。あ、そういえばお父さんと初めて作ったの卵焼きだったかも。小学生くらいの時におじいちゃんの病気の看病でお母さんが実家に帰ったことがある。ずっと惣菜やお弁当じゃ飽きちゃうし健康に悪いからってお父さんが一緒に料理しようって言い出したのを思い出した。でも私はまだまだ火が怖くてできるお手伝いも少なかった。お米研いだり野菜洗ったりちょっとでも手伝いたかったけど、フライパンや揚げ物は油が跳ねたら危ないからって。拗ねてる私の打開策としてお父さんが提案したのが卵焼きだったの。うちにも卵焼き用のフライパンはあって、お父さんがすぐ後ろに立ってくれて中火で卵を少しずつ焼いていった。ちょっとぐちゃってなっちゃってもお父さんが大丈夫、最後にきれいに巻いたらいいからって気にしない気にしないって言いながら一緒に焼いてくれたっけ。出来上がった卵焼きはちょっと不細工だったけど、味はお母さんがいつも作ってくれる卵焼きに似てて美味しかったのを覚えてる。まさかお袋の味じゃなくて父親の味だったとは。動画のコメントにも日本の卵焼きとフランスのオムレツについての意見がたくさん書かれていた。すごい大きくて美味しそう。日本の卵焼きは繊細な作り方なんだね。フランスのオムレツの方がとろっとしてそうだけど。あれだけの手間をかけて美味しくないはずがない。私も日本の卵焼きが食べたいわ。朝食べるんだろ、こんなに時間なんかかけてられないよ。フランスのオムレツを食べる方がいい。棒に刺された卵焼きなんかめったに見ないけど、大根おろしは見たことあるけどね。コメントには日本の卵焼きの作り方が
手間がかかりすぎてめんどくさそうなんて意見もあったけど、それに対して自然と反論してる自分がいた。もうだからその層になってる部分も美味しいんじゃない。それに卵焼きっていろんな具材入れても美味しいんだから。自分が映えるご飯じゃないとダメって否定していたのに、卵焼きを応援してしまうなんて。そのまま卵焼きに何を入れるか、シンプルなものも食べたいなと考えているうちに夕方になってしまった。お母さんが、忙しそうだし今日は私が作ろうかって言ってくれたけど、私はもう完全に卵焼きが食べたい口になっていた。うん、作る。急いでお米を研いで、お味噌汁の具をお鍋に入れて、それから卵焼きをたくさん作った。カニカマと青のり、枝豆とコーン、青のりとたらこ、のり、ほうれん草。お母さんにちゃんと味付けを聞いて、いつものだし巻き卵もね。あとブリがあったから、お母さんが煮付けにしてくれた。お父さんが今日は出勤日だったから、帰ってくる頃にちょうどご飯が炊き上がった。え、今日はどうしたんだ。ああ、母さんが作ったのか。私は煮付けだけよ、あとは全部この子がね。私が卵焼き作っちゃおかしいの？さっさと食べてよ。お父さんはまた私を怒らせたらやばいみたいな顔してた。久しぶりに食べた卵焼きは美味しくて、やっぱりご飯が進む味だった。お母さんの煮付けもすごく美味しくて、毎日のご飯のありがたみをすごく感じる。お父さんは今までで一番美味しそうに食べてくれてた。こんなにいっぱい種類あるって知らなかったな。でもシンプルなやつが一番うまいぞ。当たり前でしょ、お母さんに教えてもらったし。昔に比べてすごい上達したんじゃないか。一緒に作ったことをお父さんは覚えてたみたいで、なんだか急に恥ずかしくなった。大人になったんだから当たり前でしょ。そうかと笑ったお父さんとお母さんを見て、ああ家族の食卓ってこういうことかって急に思った。その日私はもちろん SNS に写真をあげた。動画サイトみたいに大量にいいねがつくはずもないけど、一番出来が良かった映えるご飯だって自分の中では思ってる。見てたら食べたくなった。明日真似してみる。そんなコメントがつくと、みんな日本の卵焼きがなんだかんだ大好きなんだなって気づく。自分が美味しいって思う料理はやっぱりお袋の味か。一人暮らしするまでにもっとお母さんの味付けを習おうって決めた。いろいろ言ってたけど、お父さんも私が作った外国風のご飯に興味を持ってたみたい。家にいる時間があるのは変わらないし、動画サイト教えてって聞いてきたわ。大きすぎるハンバーガーを今度一緒に作ることになったんだ。ちょっと楽しみ。いつかできるかもしれない私の家族ともこういう風にご飯作ったりしたいな。でもまあその時の私の旦那様は、私の特別な映えご飯にお父さんみたいに文句言わない人がいいけどね。日本の卵焼きもフランスのオムレツもどっちもすごく美味しそうだね。それにしても卵っていう材料は同じなのに、作り方と味付けでこんなに変わるなんて、まさに国の違いだよね。だし巻き卵に大根おろしをかけて食べるとすごく美味しいわよ。彼女みたいにいろんな具を入れて食べるやり方もやってみたいわね。僕の国では野菜やらお肉やらもっといろいろ入れているよ。上にかけるソースもバリエーションが違うから、また違った味になるんだ。卵っていう食材はいろんな変化ができるから面白いんだね、きっと。ふわふわの卵焼きは私も食べたことある。それにしてもフライパンの形からこだわってるってなかなかじゃない？
それに日本にはほとんどの家庭にあるってことよね。日本料理の卵焼きの奥深さすごくない？日本でもいろいろな国の料理が食べられるようになりましたし、外国食材の専門店やネット通販で気軽に多種多様な食材を手に入れられるようになりました。その分料理の幅が広がっていき、食事をする楽しみも大きくなっていっています。外国に行くと自分の国の料理が恋しくなるとよく聞きます。国によって違うのは当たり前ですし、外国料理も美味しいです。ただ口に合わないという問題もありますね。日本で暮らしている私たちにとって、シンプルで誰でも作りやすい卵焼きだからこそ、作り手の愛情まで伝わるその味が懐かしくなり、食べたくなるのかもしれませんね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。